両チームとても気持ちのこもった試合で、すごく熱い試合だったと思います。試合前にはコーチやコーチ監督、チームメイトとはどういったお話をされましたか？そうですね、監督や、コーチとは、絶対1球目でもいいよっていうことで、話があって、チームメイトとは、絶対1球目でもいいよっていう背中を押してくれました。ありがとうございます。今日たくさんの、応援の、すごく応援の熱も高かったと思います。よければ応援に来ていた他のチームメートの方であったり保護者の方へメッセージがあればお願いします。今回は、ユニリバーススタジアムに来てくださりありがとうございます。特に小学園は、日大に惜しくも2-1で負けましたが、冬の選手権で絶対優勝するので、よろしくお願いします。ありがとうございました。